全地球が世界一。話に戻るっていうか似てるんですけど、なんでお笑い芸人さんって仲悪くなるんですか。あとね、これもシンプルに、うん、連絡先知らない人とか多いですよ。いろいろいろ。そう。連絡先知らない。うっちゃんなんちゃんとか結構有名ですよ。これはだからもう人数だと思いますよ。例えばフォックスさんだったら、この人数だから、フォックスさん、フォックスさん、レペゼンの方で呼ばれることは難しい。フォックスさんって呼ばれることは難しい。フォックスさんって呼んでる。僕らがサックさんって呼んでると同じですよ。サックさんってまた出てくるやろ。はい、サックさん。やめろ、さ。電話してるの今ね。変わったところで電話するタイプやね。ちっちゃいもの。いい加減にしろよ、本当に。言うてますけどもね。だから人数によるんですよ。あやっぱ芸人ってコンビが多いでしょ、はいはいはい、だ2人でずっといるとそらやっぱり仲悪くなりがち。人数が多いとやっぱりどこかが仲悪くてもフォローしてくれる人がいるじゃないですか。あまあ確かに確かにそうか。乗り持ってくれる人がめちゃくちゃやっぱりもちろんねフォックスさんも相当いると思いますけど時間的に長くねでも芸人ってやっぱネタ合わせだったりとかいろいろあるからほんまに四六時中一緒にいるから確かに、うん、そっか嫌な部分めちゃくちゃ見えちゃうんか。あとは今度誰がね音楽で言うたらどっちが曲作ってる誰が歌詞書いてるとかねなったりすると思いますけど、お笑い芸人の場合どっちがネタ書いてる書いてないから、ね、ああ、それってめっちゃあるっすよ。あるんすよ。めっちゃありそう。YouTuber も3人組はみんな喧嘩して終わっていくよね。ああ、3人組は割れるでしょ。2人組はなかなか割れないですよ。3人は21で絶対割れる。3も結構だから難しいと思う。確かに3は割れるわ。それって下積み時代からなんか下積み時代の方が仲悪い、どっちのパターンもありますね。うん、やっぱりだって稼ぎもなければなんでこんなにネタ書いてる方頑張ってるのにお前休んでる時パチンコしやがってとかなんかそういうことになっちゃうんですよ。あめっちゃそういうのありそうだな。確かに確かに。だからどっかでやっぱりリスペクトがなくなっちゃうんですよ。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。